豊は島中スロータウン映画祭は愛知県豊橋市で2002年から毎年開催されている映画祭。2002年の第1回映画祭は豊橋市青年会議所が主催し、2003年の第2回からは市民有志による実行委員会が運営を引き継いだ。市民による実行委員会が主体的に運営を行う映画祭であり、 行政からの金銭的補助を受けずに、企業、個人からの協賛金と入場料収入だけで運営されている。予算の7割が広告収入である。日本で一番入場料の安い映画祭を標榜しており、探検は500円、投資券は2000円という安価に設定されている。豊橋市内にある愛知大学の映画研究会、桜ヶ丘高校の生徒なども、 ボランティアとして運営に参加している。なお、2017年には豊川市出身の映画監督、その高運がディレクターとなって、豊橋二つ目の映画祭、A じゃないかと橋し映画祭が開催された。2016年度の第15回映画祭からほの国と橋し、芸術劇場プラットで開催されている。2002年の第1回映画祭は、急須からだと、 旧豊橋西部東方が会場となった。2003年8月には豊橋西部が閉店したため、2003年の第2回と2004年の第3回は旧スカラザのみが会場となった。2005年には名豊ビルの豊橋グランドホテルに会場を移し、2008年に豊橋グランドホテルの宴会部門が廃止された後も、2015年の 第14回まで名高ビル8階のコミュニティホール、他で開催された。豊橋の映画界に大きな影響を与えた、ユナイテッドシネマ豊橋181901年には、朝日座で豊橋初の活動写真の上映が成功。戦前には、豊橋市中心部に8巻の映画館が存在した。そのすべてが1945年6月の豊橋空襲で消失したが、 1946年から1947年には相次いで映画館が設立され、1957年の豊橋市には10館の映画館が存在した。1960年にはカラーテレビの放映が開始され、1960年代以降には映画館数が減少。1970年代中頃には豊橋小畜会館ビル、豊橋東映劇場ビル、 施設のスクリーンに集約された1990年代後半の豊橋市中心部には豊橋小竹映画劇場、スカラザ、豊橋東映劇場、豊橋銀座東映劇場の4巻の映画館が存在したが、1999年に日本最大級のシネマコンプレックスであるユナイテッドシネマ豊橋18が郊外のホリデイスクエアに開館すると、 2000年には、豊橋小畜と豊橋銀座東映が、2001年には、スカラザと豊橋東映が、相次いで閉館し、中心市街地から映画館が消滅した。映画祭に共産した山佐地区は2002年には、旧スカラザと旧豊橋西部東方を会場として、豊橋青年会議所が中心となって、映画祭を企画。豊橋市の街中に賑にわいを取り戻すために、 中心市街地活性化の一環として豊は、島地中ソロータウン映画祭が開催された。11月30日から12月22日までの毎週末に豊橋初上映の名作や地元ゆかりの作品など1日日本計10本を上映。企業1社が1本のフィルム費用を協賛するフィルムスポンサー制度を取り入れ、地元のサーラグループや、 山崎区はなどが協賛した。会場となった、両映画館の元映写技師も上映に協力した。旧スカラ座での1本目、トンネル、旧西部東方での1本目、風に逆らう流れ物から、立ち見客が発生。山の郵便配達は224席に対して333人が入り、立ち見もできないほどとなったため入場制限を行った。 観客の68.0%が女性であり、40代から60代までの中高年が69.2%を占めた。50代が最も多く、30回の上映中13回は立ち見が出るほど盛況だった。山の郵便配達は3回上映されて、計885人を集め、後々まで動員記録の1位となっている。二千三年の第二回映画祭は、 青年会議所の出資金150万円をもとに市民有志による実行委員会形式で開催。上映作品のうち5作品はインターネット投票で決定したものである。アラビアのロレンスは4時間の対策ながら立ち見が出る盛況だった。関連イベントとして映画好きの落語家、立川志楽の独演会、クレイジーケンバンドのライブが行われ、地元の商店街では、 関連商品が販売された。2004年の第3回映画祭前には、スクリーンで見たい映画スターの投票を行い、オードリー・ヘップバーンが最多得票を得た。ヘップバーンが主演する、ローマの休日は3回上映されて660人を集め、第3回映画祭の最多動員作品となった。2005年から2015年の会場である、名誉高び過去3回の映画祭は、 旧スカラザを使用していたが、2005年春にはカラオケ店がスカラザ跡地にテナントとして入居した。主催者は2005年の映画祭の開催を一旦断念したが、共産企業や映画ファンからの後押しを受け、第4回は豊橋グランドホテル8階の放来の間で開催した。上映期間や上映本数は過去の映画祭より減ったが、 一回あたりの観客数は第一回の196人を上回る204人を記録した。2006年の第5回映画祭は豊橋市政100周年記念事業の一つとして初めて行政から補助金を得て開催した。大脱走は豊橋で35年ぶりの上映となり、上映後には映画評論家の田沼祐一が解説を行った。 2007年の映画祭に招待されたそのーン2007年の第6回映画祭では、豊川市出身のそのンをゲストに招いて、トークライブを行い、のりこの食卓や気球クラブ、その後を上映した。2008年の第7回映画祭では、同年7月に開館したばかりの子供未来館、ここにこの芝生広場で、ディズニー映画、魔法にかけられてを特別上映した。 2009年の第8回映画祭では、宇津井健が自選した2作品を上映し、宇津井のトークショーを開催した。2002年には、豊橋市の隣にある浜松市でも、紹介議所が中心となった浜松映画祭を初開催している。2009年には、浜松映画祭と連携し、10月31日に、両映画祭で、大な、りを上映した。第7回、 第8回では女性活動弁士の佐々木秋子を招待しているが2010年の第9回映画祭でも佐々木を呼んで活弁上映を行った落語娘の上映後には柳谷京太郎の独演会を行った節目となる2011年の第10回映画祭では過去に上映した4作品をリバイバル上映した豊橋出身の平田光のトークライブ 佐々木明子の活弁を交えたチャールズ・チャップリンとバスター・キートンの作品の上映、立川・しのすを招いた企画などを行った。2012年の第11回映画祭では名誉高ビルや飲食店で計19作品を上映し、バック・トゥ・ザ・フューチャー上映後には男女が街中で合コンを楽しむ街コンが開催された。ライブハウスでクイーンや今和の清志郎のライブ映像を爆音で、 上映するイベントも開催された。2013年の第12回映画祭では、計17作品が上映され、豊川市でもロケが行われた、黒部の太陽を本映画祭で初めて上映した。2014年の第13回映画祭では、計19作品が上映されたが、うち音楽映画3作品は初めての夜間上映となった。 2009年より街中活性化を目的として映画祭開催に合わせて映画祭に賛同する個人や団体による番外編企画が行われている。2010年より杉作 J 太郎、吉田剛、し、起きてポルシェコンバットレックによる J さん剛しさん起きてさんレックさんボーイズトークを開催。7時間にわたるトークイベントを繰り広げる。このほか豊橋漫画家祭り、 久保光郎とのうちょうみねこによる、俺たちデトックス女子会出張編員とよはし、島尾真帆の、いつトークするの今でしょうをはじめとする、トークイベントが行われる。映画祭本編の開催時期変更により、2016年は、デトックス女子会は9月、ボーイズトークは11月に行われた。ありがとうございます。